岡田監督のお弁当をいただきたいと思います。ありがとうございます。こちらおまけになります。おまけとかあるんですか？今年のおまけでございます。 ありがとうございます。え、早速開けますか。ででで何が出るかな。チャララララ、おー、大山選手当たりました。岡田監督のお弁当をいただきたいと思います。いざ実食。いただきます。では、うなぎからいきます。うなぎ、めちゃめちゃご飯が進む甘いタレです。おいしい。私うなぎめっちゃ大好きなんですよ。うなぎが止まんない。最高です。そりゃそうよ、あれよ、カルビやからうまいに決まってるやろっていう感じでございます。弁当に2000円ってちょっと高いなって思ってたんですけど、このボリュームでこのクオリティなら全然2000円安い方かもしれないです。バンテリンドーム名古屋に来ております。一塁側内野席にあります大広横丁にやってきました。こちらでは12球団では珍しいフードコートが設置されています。なんと100メートルぐらいある横に長いフードコートとなっております。こちら名古屋名物の鉄板ナポリタンいただきたいと思います。めちゃめちゃ大きい。いただきたいと思います。いただきます。実はナポリタンって多分あんまり食べたことないと思います。すごい。あっ、オムライスのスパゲッティ版みたいな。え、伝わります？めっちゃ美味しい。ウインナーめっちゃ好きなんですよね。これは結構量もありですし、食べ応えありですけど、お子さんも大好きな甘々の美味しい味付けになってます。最後までめちゃめちゃ熱かったです。普通食べてたらだんだん冷めていっちゃうんですけど、鉄板なので永遠熱々が食べられます。皆さんぜひ、名古屋名物鉄板ナポリタンいただいてください。今回は旧市民球場時代から50年以上の歴史を誇るカープうどんをいただきたいと思います。さあ、カープうどんさんにやってきました。今回はですね、一番人気だという全部のせ、この券売機で買っていきたいと思います。こちらで全部のせ買わせていただきます。カープうどんのですね、このお肉、きつね、天ぷら3つが全部乗った全部のせいただきたいと思います。では、実食です。いただきます。めっちゃおだし効いてて。あ、うどんは結構柔らかめの。めちゃめちゃうまい。しみる。最高やな、これ。お肉もいただきます。え、味ついてる。おいしい。ごちそうさまでした。完食しました。美味しかった。
まあ、子供食べるにはちょっと量多いかな、全部乗せだったら。でももうちょっと満腹でございます。実はこの入れ物お持ち帰り OK らしいです。ちょっと食べた後なんであれですけどねお持ち帰り OK の入れ物みたいで、なんかその店員さんにお伺いしたところ、この入れ物が欲しくてこの入れ物だけくださいっていうお客さんがいるみたいなんですけども、うどんも美味しいのでぜひ食べて持ち帰ってください。おすすめしておりますのでね。さあ、こちらライト側の33通路すぐ横にあります、バファローズファンに長年愛され続けている30センチも超える超ビッグなホットドッグがあるということで、こちらに来ました。いてまえドッグさんです。めっちゃでか、入り口もでかソースがめっちゃある。ワク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 。これなんか自分で作れるらしいです。お待たせしました。おー、出てきた。でかっ。ご自由におかけください。はい。え、でかでか思ってたよりでかいですね。びっくりしました。完熟トマトソースでマスタード2種類と辛いマスタードでチリソース、スパイスソース、辛いやつだね。うわ、大好きマヨネーズ最高。はい、大好き。ビッグケチャップにタルタルソースチーズもあります。おっとっとっと、迷う。これをカスタマイズすればいいんですよね。うわ、自信ないわ。こういうのセンスないんですよね。じゃあ消毒して、完熟トマトソースは外せないな。いろんな味を楽しみたいので、ちょっと待って。でかっ、映え感あります。ではこの30センチ以上もある手前ロックいただきたいと思います。でかっ。あ、でもチーズも効いてるわ。マスタードピリ辛、おいしい。パンが現役ドラフトでソフトバンクから阪神に移籍してきた大竹耕太郎投手のかき氷いただきたいと思います。新メニューですよ、行ってみましょう。8年ぶりぐらいですか、かき氷。懐かしいよ。しかも彩り豊かなバニラ、いちご、マンゴーかき氷。いちごもマンゴーも大好きです。最高。お、いい音。マンゴー、めっちゃ甘いし、練乳もめっちゃ甘いし、マンゴーもめっちゃ甘いし超美味しいです。うん、ちょっとバニラも、あ、マンゴーが冷凍マンゴーなのでより一層アイス感があっていいですね。うん、バニラ美味しい。めちゃめちゃ暑い甲子園のアルプスで応援しながら食べてたら、多分もう秒で食べ終わってましたね。こちら、オリご飯のお店にやってきました。こちらでバファローズカレーをいただきたいと思います。
実はですね、もともとひっそり始まった商品みたいなのですが、ファンの間で美味しいと評判で、今では大人気のロングセラー商品になっているということです。しかもですね、毎日手作りで数量限定ということなので、貴重なグルメいただきたいと思います。牛骨と野菜の出汁がベースの本格派カレー、トッピングには香辛料で炒めたお肉がたっぷり。お、やってきました。お願いします。お待たせしました。はい。お、美味しそう。ありがとうございます。美味しそう。お肉たっぷりです。なんか牛骨、10秒でした。あ、早い。ちゃんと噛んで食べてます。めっちゃ美味しかったです。スピードの球場では唯一という回転寿司をいただきたいと思うんですけれども、なんとその回転寿司の千波さんはですね、1時間以上並んでまで食べる方がいらっしゃるという通な超超美味しいお寿司屋さんということなので、楽しみにしております。では早速行ってみましょう。中で回転寿司が食べられるとすごいな。そしてですね、今回おすすめしたいメニューはここを通り過ぎまして、ここです。じゃーん。フードコート用メニューはこちらにございますということでですね、こちらスタンド持ち込み可能、テイクアウト可能のメニューを置いているところということなので、こちらでお寿司を買ってスタンドで食べたいと思います。はい、ということでこちら北見さんのお寿司いただきます。ウニとか入ってます。ウニ大好き。うわ、超美味しい。めっちゃ豪華じゃん。マグロ、和歌山競輪場から和歌山市駅まで帰ってきました。でお腹も空いてきましたので、こちらキーノ和歌山でお昼いただきたいと思います。レッツゴー。さあ、キーノの2階にやってきました。今回はこちら海鮮レストランカンパチ屋さんにお邪魔したいと思います。レッツゴー。かっこいい。海鮮丼ののぼり、かっこいい。こちらですね。じゃあ早速食べましょう。おかみやってる。あ、来ました。早速、はい、いたします。極み海鮮丼でございます。はい、でかー。はい、どうぞ。これ何種類ぐらい入ってるんですか？12種類入ってございます。12種類、はい、ウニもあるし、はい、あ、これはもしかして和歌山県産の。そうです、生シラスです。京都ラクテの。そうです、新鮮だ。もう食べたくて仕方ない。え、これは結構一番人気の。そうですね、はい、豪華ですので、はい。エビ2匹でかいのが多い、こちらの大トロから大トロ、マグロ、タイ、サーモン、カンパチ、タコ、シメサバ、赤エビ、釜揚げシラス、ウニ、イクラ、生シラス、12種類載ってます。いただきます。こんなにあったらどれから食べるかめっちゃ迷う。あ、でも
カンパチ屋さんなので、カンパチから行きますか。これ、海鮮丼食べるのめっちゃむずいですよね。私は、醤油につけて、もう一回戻して、わさびを取って、つけて食べるタイプです。いただきます。わさびも効いてる、うん、え、うまやば、いくらも、プチプチ。せっかくなんで生しらす生姜と一緒にいただきます。競輪場からあれでしたよね、めでたい電車見えてましたよね。タラが有名なので、タイも絶対美味しい。うまっ。ごちそうさまでした。もう綺麗に食べさせていただきました。大満足です。お腹いっぱいあの税込み2750円でこのボリュームとクオリティ大満足ですので、皆さんぜひ食べてみてください。でね、森脇の大好きなお酒、今日はちょっと飲めなかったんですけれども、カンパチ屋さんではこうね、地酒が置いてますので、私このキットめっちゃ好きです。紀州の木に土と書いてキットと読みます。これとっても飲みやすくて、もうごくごくいけちゃうんで、あの飲みすぎには注意してくださいあのとても美味しいので、カンパチ屋さん、和歌山の美味しいもの全部詰まってます。ぜひ来てください。